皆さんこんにちは、a ビ i t テクノロジーアプリケーションスペシャリストの西岡です。このビデオでは a、えー、ビ i トのリモートソリューションに関して、特にメディアコンポーザーを中心にしたリモートワークフローに関して、リモートソリューションに関して、えー、ご紹介していきたいと思います。はいえー、それではここからはですね、えー、リモートソリューションに関してお話をしていきたいと思います。まあ、リモートソリューションって言ってしまうと、まあ、いろんなリモートって考えられると思うんですが、まあ、今回このビデオではメディアコンポーザーをメインにしてですね、 メディアコンポーザーにどうリモートアクセスするのか、あるいはメディアコンポーザーを使ってどうリモートできるのか、なんていうところのお話、まあ、メディアコンポーザーを中心にしたリモートの部分ということについてお話をしていきたいと思います。でリモートアクセスする方法っていうのは多分、あのふっと考えられる方法は2通り。 あって、えー、と手元のメディアコンポーザー、手元のマシンにメディアコンポーザーをインストールして、遠隔地にいるネクシスに対してリモートアクセスをする方法、まあ、この遠隔地のネクシスっていうのが、どこか遠い場所に置いてあるオンプレのネクシスの場合もあれば、クラウド上にデプロイしているものの可能性もありうると思うんですが、まあ、いずれにせよ、手元のマシンにメディアコンポーザーをインストールして、そこに対してアクセスをする方法、それからもう一つが、遠隔地に置いてあるメディアコンポーザーに対してリモートアクセスをする方法、手元のマシンにはメディアコンポーザーをインストールしないで、 遠隔地のメディアコンポーターにアクセスする方法っていうこの二通りがあるかなというふうに考えられると思います。 で、それぞれにはそれぞれの特徴がありまして、手元にメディアコンポーザーをインストールしてアクセスしますっていう場合、インターネットが切れてしまっても手元のマシンにはメディアコンポーザーが残っているので、そのままスタンドアローンとして作業を継続することができるわけですが、当然手元のマシンにはある程度の高性能が必要になります。少なくともメディアコンポーザーが走る程度ぐらいにはメモリであったりとかグラフィックカードであったりとかっていうある程度の高性能が必要になってくるということですね。 片や遠隔地のメディアコンポーザーにアクセスするという方法の場合、必ずインターネットがつながっていないとメディアコンポーザーにアクセスできないわけですね。インターネットが切れてしまったら手元には何も残らないということになります。しかしながら手元のマシンの性能はその場合どうでもいいわけです。えー、例えばレンダリングの速さとか、えー、とパフォーマンスとかそういうものは全て遠隔地のそのメディアコンポーザーの性能が全てですので、インターネットにさえつながれば手元のマシンの性能なんてどうでもいいということになるわけです。 まあ、えっ、ー、と、こんな感じでですね、あの、アクセスする方法によってですね、特徴って分かれてくるので、まあ、どちらの方が大事なのか、どちらの方がより必要なのかっていうことによって、ソリューション選んでいただければいいのかなと思います。で、我々の製品名で言いますと、えっ、ー、と、こんな感じ。えっ、ー、と、手元のマシンに n e x i あメディアコンポーザーをインストールしてアクセスする、えー、いうソリューションは、我々の製品名で言うと、RabbitNexis Edge と呼ばれる製品になります。 方や遠隔地のメディアコンポーザーにアクセスしますという方法は、メディアコンポーザークラウド VM であったりとか、エディットオンデマンドであったりとかいうような方法が考えられるかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、それでは、クラウド上のメディアコンポーザーに対してというアクセスするという、さっきの,あの P パターンですけども。 えっと、クラウド上のメディアコンポーザークライアントにアクセスすると。なので、まあ、このマシンの中には何も入ってないという前提でですね。えっ、ー、と、クラウド上に設置されたクライアントマシンに、この PCYP クライアントっていうソフトウェアを使ってアクセスをしていきたいと思います。マシンいくつかリストがありますが、その中の1号機っていう感じでね、えー、ここに対してアクセスをかけます。名前とパスワード、はい、入れてあげますと、えー、そのクライアントに対してアクセスをかけるということができます。こんな感じですね。 はいえー、とそういたしますと、まあ、このウィンドウの中がもうあのクラウド上なので、まあ、なんでしたらね。 あのちっちゃいウィンドウの中でちまちまやるのもなんなんで、あのフルスクリーンっていうふうにやるとこんな感じで、もうこうなっちゃうと、本当に手元のマシンでやってるのと何も変わらないですよ、どっちだけってなっちゃうぐらいあの、ほとんど区別がつかない感じになります、でこうなっちゃったら、あとはもう普通にメディアコンポーザーを立ち上げていただければいい、ここにあるのはネクシスクライアントマネージャー、通常、オンプレでネクシスにつないだメディアコンポーザーを操作している方だったら、必ず見たことのある、このネクシスにつなぐためのクライアントマネージャーなんですが、このネクシスもクラウド上にデプロイすることができます。 なので、今見ているのはクラウド上に置いてあるネクシスですね。な,なんですが、もう機能的にはオンプレのネクシスと変わらないので、そこに対して目的のワークスペースをマウントして、OS 上にマウントして使うというやり方自体、何も変わらないです。で、ネクシスクラウド上のネクシスにつないだら、クラウド上のメディアコンポーザーを立ち上げるということになります。はい、映像を押するとこんな形でですね、メディアコンポーザを立ち上げると、プロジェクト選択画面が出てきてという、あのもういつものメディアコンポーザー。 で,すよ、ねでえー、ここでプロジェクト選んでおくと開くとやってあげるとまあ えー、メディアコンポーザーが開いて編集するって。もうここから先本当に普通のメディアコンポーザーなんで、あの、今までのオンプレでやっていたメディアコンポーザーの作業と、まあ、何も変わらない感じですね。こんな感じで、まあ、立ち上がってしまえばもうここから先は普通のメディアコンポーザーなんで、あの手元のオンプレの今までメディアコンポーザー、手元のメディアコンポーザーでやっていたこととまるで一緒ですね。何も違わない、えー、編集しだから。まあ再生しながら、 編集していく。インテリアアウトでくっつけてタイムライン、えー、編集していきますよというようなことを、まあ、やっていただければいいということなので、もうここから先は普通のメディアコンポーザーとしてやっていただければいいということです。 まあ、あえて一つ違うことがあるとするならば、えっ、ー、と、これはあくまでも、えっ、ー、と、今はクラウド上。まあ、あの、場合によっては、遠隔地にある編集室のメディアコンポーザーかもしれませんが、いずれにしてもこのマシンにインストールされているメディアコンポーザーではないので、まあ、あえて一つ違うことがあるとするならば、ここに USB メディアを何か新しいメディアがありますよって、直接つないでも、この遠隔地のメディアコンポーザーはそいつを認識できないので、一旦そのメディアを、まあ、あの、アップローダーかなんか使って、えー、あるいは FTP かなんか使って、 そのサーバーの方に一旦アップロードするっていう作業がまあ一旦必要にはなるということですね。えーまあ ただ、言うならばそこぐらいなもので、あとはもうそこにアップロードされてしまえば、あとの取り込みであったりとか、エクスポートであったりとか、そういうのやり方まるで一緒なんで、もうあの途中から意識しなくなると思います。レ、うん、スポンスも非常に良いので、えっ、ー、と、一コマ送りとか一コマ戻しとか、えっ、ー、と、スクラブであったりとか、えっ、ー、と、そこら辺もね、あの、ここら辺の,あの機能っていうのは、完全に遠隔地のそのメディアコンポーザーのマシン性能によります。手元のマシンの性能を一切使わないので、えー、全く関係ないですよね。 なのでレンダリングの速さとかいうのも手元のマシンが何だって関係ないと、えー、向こうのメディアコンポーザーの機能さえ良ければそれでいいということにはなります、はいえー、一方もう一つのリモートアクセスです手元のマシンにメディアコンポーザーを入れてネクシスにアクセスするという携帯ですね、まあ、我々の製品名でいうと n トネクシスエッジという製品になりますがこのエッジという場合には え、手元に、えー、手元のマシンにメディアコンポーザーをインストールしておいて、このネクシスクライアントマネージャーも手元のマシンに入れておくということになりますね。で、えっ、ー、と、今ここに見えているのは遠隔地にいるネクシスです。私の今、えー、手元にはえ、ね、ネクシスはない。手元にはメディアコンポーザーだけいるんですが、ここで見えているネクシスは遠隔地に置いてあるネクシスネクシスサーバーということになります。で、この遠隔地っていうのも、まあ、編集室でもいいし、まあ、クラウドでもいいというところですね。で、エッジをマウントして、 という、このマウントの仕方ですね。名前とパスワードを入れて、えー、っとワークスペースをマウントするという、このやり方は、まあ、オンプレだろうが、それからさっきのリモートの時とも全く一緒ですよね。名前を入れて、えー、マウントすると。名前を入れてマウントすると手元の、えー、手元の、手元の OS 上にネットワークドライブとしてマウントされるというやり方。これも全く一緒になります。で、ここで普通にメディアコンポーズを立ち上げる。まるでオンプレであるかのようにメディアコンポーズを立ち上げていただければいいということになります。 そうした形で、まあメディアコンポーザー普通にも本当に起動していただければ、こんな形でメディアコンポーザーが立ち上がってくると。ただ、ここに並んでいるプロジェクトたちというのは遠隔地にいるネクシスの中にいるプロジェクトなんですね。なので、私の手元にはプロジェクトはいない、メディアもいないという状態です。で、プロジェクトを選んで開くってやっていただくと、まあプロジェクトが開くと。ただオペレーション的には何も変わらないですね。あの、手元のメディアコンポーザー、えオンプレでメディアコンポーザーを使っているときと、オペレーション的にはあまり大きく変わらないということになります。 でプロジェクトを開きましたら、まあ、その中に瓶がいますので、この瓶をまあ開いて、まあ、編集を始めていただくということで、まあ、あのオンプレのメディアコンポーザーでやっていることと変わらない、まあ、素材をダブルクリックすれば、まあ、映画見えてくるので、えー、再生していただいて、編集をしていただくと, <music> ということなんですけれども、ここで見えている映像っていうのは、遠隔地にあるネクシスから送られているプロキシデータですね。 えー、ネクシスの中には遠隔地の今の私のように、えー、リモートのメディアコンポーザーエディターのために映像を提供するために、えー、と映像をプロキシー化しておいて、まあ、それが溜まっているという状態です、まあ、プロキシファイルというのはあの作るんですけれども、えー、クリップを選んで、ね、作っていくということにはなるんですけれども、えー、そうやって作られたプロキシファイルがインターネット上ストリーミングして飛んできているという状態ですね。えー、というのはまあ当然解像度があの HD でさえもです、ね、HD の冷やしくとかなっちゃうす インターネット上飛ばすの大変、まあ、してや 4K だ,だな、8K だなってなっちゃったら、さすがに、ね、現実的に無理なので、あのプロキシーの映像を作って、リモートエディターのためには飛ばしてあげるということになります。 でそうすると、よく見ていただくと、このクリップの中がオレンジ色に塗られているものとそうではないものというものが存在するんですけども、これがプロキシーができているもの、できていないものの違いなんですね。なので、この塗られているものに関してはダブルクリックすれば、すぐにそのプロキシーの映像を見て、編集に使っていただくことができるんですが、できていないものに関しては、ダブルクリックすると、プロキシーがいませんっていうふうに、あのエラーメッセージ、まあ、エラーというか、表示が出るわけですね。でこんなふうにプロキシーがないものに関しては、一旦右クリックしていただいて、プロキシーを作成っていうふうにやっていただくと、 えー、ネクシス、えーリモート、遠隔地に置いてある、えー、ネクシスにつながっているディストリビューテッドプロセッシングっていうあのネットワークレンダラーみたいなもんなんですがこのネットワークレンダラーを使ってこのクリップのプロキシを作るっていう、えー、作業を、まあ、キックするって言いますかね依頼するっていうんでしょうかね、えー、このディストリビューテッドプロセッシングに対してプロキシを作ってくださいというふうに指示を出すことができるわけですそうすると今これで、えー、プロセス場が100%になって、まあ、プロキシができたので もう本当にただ待ってりゃいいです。何もしなくていいです、えー。待ってれば出来上がったプロキシーが手元に飛んできて、えー、この素材を使って編集するっていう、えー、作業の続きができるということになります。こんな感じですね。まあ、プロキシーが出来上がってきたと。これでまたこの素材を使って編集作業を続けていただくということになります。もう編集の仕方何も変わらないです。えー、インテアをウっテックつけてタイムラインに持っていく。 やり方ですね。何にも変わらない。これも本当にあの、オンプレでやってるときと何も変わらないので、え編集の多さ方も何にも変わらないですえ。普通に編集していただければいいと。 で、えっ、ー、と、この、えー、ソリューションの違いは、先ほどの、その、えー、B パターンでお見せしたような、インターネット上の遠隔地にあるメディアコンポーザーにアクセスする方法との大きな違いというのは、先ほどお話ししたとおり、このマシンにメディアコンポーザーが入っているので、インターネットから切り離されても編集作業を続けることができる。このメディアコンポーザーは単独で立ち上がることができるので、手元にメディアがあるならば、その編集を続けていただくことができるんですが、 いやこのネクシス遠隔地のネクシスの中にあるこのメディアを使って編集を続けたいんだ、ただこの後インターネットは切り離されるんだということが分かっているときには、えー、と素材たちを選んで右クリックしてあげると、えー、メディアをコピーっていう。 メニューが出てくるんでこのメディアをコピーってやつを選んであげて、えー、ハイレゾをダウンロードするとか、まあ、あえてプロキシをダウンロードするっていうのも当然ありですね。あのハイレゾをダウンロードするときにあのファイルサイズがものすごくでかいと当然ダウンロードにある程度時間かかっちゃうので、まあ、それがちょっと耐えられないということなので、あればプロキシをダウンロードするというのももちろんありなんですけども、まあ、せっかくだったらハイレゾをダウンロードしたいなとか、ね、いうようなことはあるかもしれないので、ハイレゾと、それから編集データがある程度、えー、あるんだったら、この瓶、えー、のデータも一緒にダウンロードするっていうのはありですね。 たいんだっていう場合にはこの瓶を一旦ダウンロードしてあげないとこの瓶も何しろインターネット上に、遠隔地のネクシスに保存されているので、この後インターネットが切り離されちゃうと、この瓶もいなくなっちゃうことになるんで、これも一旦手元にダウンロードしたいですというようにして選択してあげるっていうことはできますねで。これでダウンロードってやってあげると、この瓶とこのメディアがローカルのストレージに溜まっていることになるんで、この後インターネットから切り離されても、編集の続きをやっていただくことができるということになります。 はい、で、ネクシスエッジのソリューションの場合には、こういったですね、Google Chrome からのアクセスっていうことが、まあ、できるようになっているので、Google Chrome を立ち上げていただいて、まあ、ここに名前と、それからパスワード。 を入れてあげると、えっ、ー、と、ネ e x i s の中に、えー、保存されているメディア、そしてそのプロジェクトと、えー、いうものがここから見ることができるので、えっ、ー、と、ここからですね、どんな素材が入っているよとか、どんなシーケンスができているよとか、えー、いうようなことを、まあ中見ていただいて確認していただくというようなことができると。まあ素材を再生したりとか。 そこにコメントをつけたりとか、えー、いうようなことですね。えー、いうようなことが、まあ、ここからやっていただくことができると、えー。あるいはここで簡単なあらへんなんかもしていただくことができるんで、あのタイムラインを開いてですね、ここで簡単なあらへんですね、あの編集したりとか、えーと、クリップ移動したりとか、えー、新しいクリップを追加したりとか、えー、いうような簡単なあらへんをここでやっていただくこともできます、えー。ここで簡単なあらへんを作った後で、その続きをメディアコンポーザーでやっていただく、えー、なんていうのもありですね。まあ、逆ににーーが作ったものをここに保存し しておいてまあ、プロジェクトの中に保存しておけば、外から、この Google Chrome 上からその活発を確認するなんていうような使い方をしていただくこともできるということで、まあ、これとの組み合わせで結構あの大きな可能性が広がっていくかなというふうには思いますいかがでしたでしょうか、リモートアクセスする方法によって、それぞれの特徴があることがお分かりいただけたのではないかと思います。リモートワークフローに求めるものについて、一番適したものを選んでいただき、一番適したリモートソリューションをお使いいただければと思います。